本日は皆様お忙しいところ誠にありがとうございます。当社の決算説明会にご出席いただきまして、改めてお礼申し上げます。ハドソル日清の上田富蔵でございます。本日は当社も5月1日からクールビズを実施しておりますので、今日はもうノーネクタイで失礼申し上げます。それではご説明ご報告させていただきます。本日はこの3点についてご説明させていただきます。それでは31期2013年の3月末の決算についてご説明させていただきます。13年3月期の総括でございますが、事業関連では国内パートナー企業2社との業務提携をいたしました。また中国大連のウェブソフト社有限コンストの資本参加及び業務提携。3点目は当社が独自で開発いたしました多機能分散型開発プラットフォームのアドソル DP と、そして情報アセット化ツールのアドソル DR との機能拡充及び販売強化。そして4点目は早稲田大学に開設されましたエネルギーマネジメントシステム EMS の新宿実証センターへの参画と、事業関連では大きく4つのテーマであります。またコーポレート関連ではプロジェクトマネジメント PMP の資格、人材資格を合格の資格育成の強化ということで、13年3月末時点で80名の合格者を出しております。前期に比べまして13名の増員ということであります。大きく3点目は拠点間の営業連携強化による売上高の伸長とコスト効率化による結果、業績は順調に拡大いたしました。総括といたしましては大きくその3点でございます。それでは損益の状況でございますが、拠点間の営業連携強化によりまして、受注が順調に増加、推移したことにより、売上高はここにご覧のように80億円と、前期比 4.7% の増収となりました。利益におきましては、外注費が増えたことも関しまして、売上総利益率が下がったものの、コストコントロールによりまして販売管理費の抑制により営業利益率は前期同等の水準を維持しております。一方キャリア助成金等の減により経常利益は減益となったものの、しかし法人税等改正等による法人税等の調整額が減少したことにより当期の純利益は1億1500万円。